あれから特に問題なく進んでる。やっぱり無理してでもこの電車を動かして正解だったわね。誘拐犯側もあの電車に乗っている、もしくは監視していたのせよ。もうこの電車は予定とは違う走り方をしている。乗り込んできたら私たち側が気づく。うち外両方とも二人が守ってる。乗り換えする名古屋まではよほどのことがない限り問題なしね。ごめんなさい。私が、わがままを。この子も今は休めてる。気が気じゃないこの状況だからね。今は寝ている方がいいわ。どちらにせよ一般人には荷が重すぎるわ。いけないわね。学生辞めて1年間放浪の旅してたからかしら。集中力がなくなった気がするわ。いや、よく考えたら私集中力とかなかったわ。常にサボることしか考えてなかったし。でも大体あと1時間くらいで名古屋ね。そこで乗り換えたらまた人がいっぱいだろうから考えないとね。いざ出発してこうやっていると暇だな。特に気配も感じないし、そもそも来るとしたら狙撃とかだけど、気配と同化してる私が狙われるなんて皆無だし。誰よりお知りたいから名古屋からはクッションを引こう。風とかは大丈夫なんだけど、心臓と床が硬いからお尻にダメージが蓄積される。こうして何事もなく、名古屋駅まで到着した。あとは電車を乗り換えて三重まで行って到着すれば目的地まで車移動となる。かなちゃん、どうしたの？そんなクッション買って。お尻が電車の振動で成仏しそうだったから買ったの。まあ、結構長い間走りっぱなしだったものね。あと数時間頑張ってね。ほうかさん、体調の方はどうですか？時間が経ったら多少はマシになったわね。損傷じゃなくてただの衝撃だったみたいだからよかったわ。直接内臓に傷をつけれるならその相手控えめに言って最強だよね。私でも勝てないや。内臓に直接ダメージってまるでせ、今卑猥なこと言おうとしたね。直感が働いたよ。さて、そろそろ電車が来るわよ。三重に到着するまでの間は気を抜かないようにね。わー、いたわ。いい眺めだね。松坂駅越えたらまた山中だからこの景色をしっかり楽しんでおかないとね。もう夕方か。普通の電車に乗ってたらそんなものかな。そうだったんですね。高架さんもすごく苦労されていたのですね。そうね、私も両親がいないから奏さんの気持ち、すごくわかるのよ。だから今回は私も久しぶりに墓参りするわ。最近忙しくて全然行けなかったから。そうなんですね。大会終えた後にこうやってどうでも悪くないわね。狙われてる現実さえなければだけど。でもあの女には真から教わった技術は使わなかった。実際実戦に使えるほどの代物じゃないし、使わないに越したことないのだけどね。もう山に入ったね。マップを見たらこの山を抜けてすぐの駅で到着。昼頃の事件も数時間も経てば落ち着くもんだね。でも、逆にここなんだよね。相手が狙うとしたらさ。人気のない山道、ずっとマップを見てて襲撃チャンスはもうここしかないからね。さて、出てきなよ。名古屋駅から乗ってきてたよね。あの電車を止めた原理、教えてもらうよ。気づいてたか。いや、俺が襲う場所もあらかじめ予想してたってわけか。かな、今年度 WCBT 本戦ベスト16、あの世界ランク4位のバハートをあと一歩まで追い込んだ実力者。まさか、あの東京組の市長を壊滅させたメンバーの一人とはな、天敵が近くにいたもんだよ。悪心境か、やっぱり正義のヒーローじゃなかったね。目的は奏でしょ、ならなんで私を狙う。俺を見たからだ、あんな力を使ってる奴がいたら何かしら報告するだろうが。へえ、でも安心、まだ報告してないんだな。それで取引ができるんだけど、どうする？行こうか。到着するまで戦うのはやめない、こんな不安定な場所で戦っても仕方ないでしょ。約束を守ってくれるなら報告をやめてあげる。バカにするなよ、俺にメリットが何もねえだろ。今お前殺さずに後で戦えば総力戦になるだろうが、俺はお前を今ここで速やかに殺す方が手っ取り早いんだよ。爆風拳。後ろの車両が外れて爆発した？かな、かなちゃんは大丈夫なの？やっぱりか、人気の少ない場所を選んできた。だけど誘拐犯もやけに強引。高架さん、大丈夫、あの二人に任せましょう。私は絶対にあなたを守るから。かな、まさかあの車両の上にいたの？気配を探れ、微弱なオーラを感じろ。カナは言うよ、ハクちゃんだってかなり耐久があったんだから。カナだってそう簡単には。襲撃？誰が？こんな元気かな、置いてくなんてひどいじゃないの。キリア、一冊聞いておいて正解だったわね。まさかこんな山中で楽しいことが起きるなんて。ね、よくあの状況から無事だったわね。反省したの、心入れ替えたわ。やっぱり衝動で動くのは良くないってね。だから一度あの後家に帰ったわ。
そしてちゃんと傷を治して、万全の状態にして、ちゃんとした武器、私の清掃をして。お前を風穴だらけの蜂の巣にしてやるよ。変わった能力持ってんな。お前何者だ、ただ者じゃないのだけはわかる。まずは自分から名乗りなさいよ。一応社会で生きてんでしょう。そうね、いいわよ。毒虫、ナンバーテン、天頭、そして七葉の魔女、火を司る魔女、そして人気連休の称号を持つ者、キリア、ヘイリオス。毒虫、一年前私が霊峰山で戦った奴らの仲間か？しかも人気連、世界テロを起こした極悪組織。そして七葉の魔女は知ってる。確か4月頃に起きた天津城の異変を起こした人の首謀者が七葉の魔女よ。私は名乗ったわよ、あなたも名乗りなさいよ。私は七月下、今はどこにも所属していない、けどあなたにはいくつか聞きたいことがあるわ。何せ、あなたの名乗った組織全部接点があるのよ。七葉の魔女、あなた4月に幻想郷で悪魔会を開こうとした首謀者と関係あるの？よく知ってるな、その首謀者は私だ。残念ながら邪魔されただな。そう、あと毒虫、あなたは誰の代わり？私1年前に副団長と雲と名乗る男と戦ったのだけど。知らないわよ。だけどあのサソリを重傷までさせた張本人があなただったなんてね。あと一つ。人気連、私は1年前ダンテという男と戦った。そして悪魔界に落とした。まさか幻想郷の異変はそれと関係あるの？お前が、ダンテ様を、あんな目に、やっと見つけた。ダンテ様の仇、ヒイラギカナメとシキオウカ、パチュリー、夜桜にカムイ、私の計画を邪魔し、ダンテ様を消した仇と共にまさか、ダンテ様を悪魔界に落とした張本人に会えるとはな。やっぱりそうなのね。シキオウカは私の実の妹よ。話は聞いてたのよ。異変があったことは。だけど首謀者がまだ生きてたなんて。シキオウカ、実の姉だと。ダンテ様の仇、許さない。私の全てを奪った張本人。すべての元凶。許さない許さない。あいつがいなければ私が不幸になることはなかった。あいつがいなければ、私は愛すべきダンテ様と共に過ごしていた。許さない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 。毒虫の最終兵器と呼ばれていたが、知ったことない。今私の目的が目の前にいる。ならもうここで殺してしまえばいい。当然融合。私の心は壊れている。愛すべき人を失い、キルケを失い、そして利用できるコマすらも失い、何もかも失った。そして今日、社会的地位も失い、唯一作戦を優位に運べる存在だった奏を失い、次々と失っていった。もう何も失うものはない。誰よりも壊れた私は誰よりも自由なの。刀剣融合。死滅増援外。これが事故で止まった筋トレトレインか。いいだろう、俺の天上天下竜が独尊まっすぐでこの筋トレアイテムを元の場所まで戻してやろうじゃないの。さあ、行くぜ。もう俺のマッスルが楽しみすぎてビクンビクンしてやがんだ。この日本に力王マッスル伝説の1セットを刻んでやるぜ。うわぁ。はいどうも。大地よ、そばよ、あなたの生命よ、俺にマッスルを開けてくれー。稼働しさえ、マッスルバースト。ムッキム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 キ、うっこ、いい汗出したぜ。体がタンパク質不足で干からびてしまう。プロテインを摂取しないといけないな。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回も、お楽しみにー。